今日はね、3M 仙台港の 3M 釣り公園の、入門になります。あそこはね、もう人もいつもね、いっぱいいるとこなんで、私たちほぼ釣りには行かないんですけど、さすがにね、12月なんで人減ってるかなと思うんで、ね、ちょっと今日は行ってみますけど、別に入門って言ってもね、大したことはないんですけど、来年春ぐらいに暖かくなったら、お子さんがね、大きくなるんで、ちょっと釣り公園行ってみようかななんてね、考えてらっしゃる方にね、いい動画になるように、こういう釣り公園ですよっていうね、紹介を宗蔵部長にしてもらいたいなと今日は思っております。ということで、仙台港 3M 釣り公園入門スタートです。こんにちは。今日は 3M パークをね、知らない人に入門です。あ、そうですね、今日入門動画になりますからね。今日はね、駐車場からこう正面入ってきて、はい、まあどっち側に歩くんですか。まあ、こっち左で、公園の中車走ってますけど、車なんか走んの、あれあんまりよろしくない。うん、車入れるとは知らなかったけどね。堂々と入っていってますけど、どうなんでしょう。まあ、ここはね、駐車場に、こちらの駐車場に車を止めて歩いてね。歩いて、うん。でも歩いて、この公園のまあ向かって、左側の方向かって、ね、歩いてもらうと。はい。このままどん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 ね、一度にちょっと歩いていってもらって、まあ、200〜300メートル歩けばすぐ、ね。300もあっかな。まあ、100メーターぐらいに行きますけど。そうですね。はい。行けば、ここでは何が釣れるんですか。ここではね、まあ僕はまだね、ハゼとかフグしか釣ったことないけど、ここはこんなこと言っていいのかな、ケイノシショウタラ釣ってますから、ここでタラ、うん、タラも釣れる、タラも釣れるし、ね、あとなんかいろいろかな、カレイも多分いると思いますよ。マクマゴロはタチウオ釣りましたけど、タチウオがなんかすごいここでワンサカ湧いたっていう、去年だが一昨年の夏ね。だ結構こういうなんか初心者向けの釣り公園の振り引きながらも、うん、すごい魚がいたりするんですよね。そうなんです。意外にここ穴場かも、結構ね、釣れる、はい、でまあ子供を連れてきてもね、ちっちゃい子と一緒に釣りができるはずですよね。はい、こんな感じで、あんまり危なくもない、こう海が見えてましたね。はい、であとちょっとなんかこう工事中ですね今は。そうですね、多分まあ来年の春あたりは綺麗になってんのかな、わかんないけど。そう、ここ工事が始まって、まあ海が見えてきました。そうですね、これ天気良ければもっと気持ちいいですね、これは、うん。まあ、過去の動画もありますけどね、はい、天気のいい日で、あれは釣ってる動画だっけか、釣ってないのか、何も、うん、何も釣れなかったのかな、うん。まあただね、ここは好きですよ。たまにっていうか、年にほら何回かしか来ないけど、いい場所ですから。いいね、ほら、あとこういう座るところとかもあるし、あ、いいね、あ、柵があるから危険じゃないです ね。一応まあこういう感じですかね、はい、じゃああっち端に行くか。そうですね、少し人と離れて、まあなんか海の広場のなんかルール書いてあります。あ、そう、本当だ。これ分かんなかった。こんな風になってる。あ、禁止事項。釣り竿3本以上同時使用は禁止です。はい。1人2本まで。あ、じゃあはい、2本、OK。あと何？捕獲用カゴの禁止。はい。物を置いて場所を取ったりしてはいけません。迷惑行為はダメです。分かりました。分かりました。はい。はい、一応これをね、以上守って楽しく釣りをしていけたらなと思います。今日は竿2本までなんで、まあ我々もともと竿いっぱい出しませんけど。ああ、そうですね、2本だけにしましょう。大体はまあ1本ですけどね、どこの場所でもね、はい、他にもなんか確かここルアー釣りとか、うん、竿振り回すの禁止だったと思いますけど、確かね、放送がな
流れます、そうここで。あ、なんか書いてある、書いてある。ほら。釣り竿、竿の、うん、あ、針の振り回し注意、ね。キャスティングは周囲に人がいないことをまず確認。まあ、それどの釣り場でも同じですけどね。そうですね。ここではカレイは釣れるんですか。熊本はカレイレモンが途中になってるんですけど。ここね、ええ、まあ、系の師匠がここで出会った、ちょっと少女が、少女と出会った場所なんですけど、はい、その少女が、うん、ここでまず、なんだっけこれ、こいつ、こいつで釣って、そう、サビキで釣って、はい、それを餌にして泳がせして、はい、ヒラメ2枚同時にあげてますから。ヒラメもいるんだって。っていうことは何？カレイもいるの？カレイもいると思いますよ。であればここはもう 3M パーク入門でありながら、今日はカレイ釣り入門の26も含めて、含めてのいよいよやっぱり熊五郎今日釣りますから、そう、兆候になりますから、はいはい、ね、頑張りましょう。いやさ、山やりましょうかね。ね、今日もあの市販のこのカレイ釣りの仕掛けですけど、この重りがね、誘導式になってる、これを使います。ただね、まあいくら仕掛けが良くてもね、あのカレイちゃんがいなければ釣れないんでね、どうでしょうかね。そしてね、この釣り公園、ここ分かります、このこういうね、デッキに隙間があって、このね、デッキの隙間にね、こういう針とかね、入っていきやすいんでね、これは注意ですね。このデッキの隙間って危ないよね。デッキの隙間に針とかね、うん、入って、うわ、取れねえとかなんで、ね、あるある、ここ、ね、こういうね、あるあるです。こういうね、はい、狭い隙間、気をつけます。デッキあるあるでした、はい、あるあるですね、はい。竿のね、準備ができました。最悪だ。何したまあ、一個針なくしちゃったっすよ。やっぱり、これ、うん、挟まって1本針取れてしまった。デッキにね、挟めてしまった。本当はここにももう1本小針、はい、小針つが、こういう針ついてるのに、はい、これでちょっと今、あ、この、ね、やっぱ危ない。今デッキあるあるの話したばっかりですけど、したばっかりやってます。このね、デッキにね、針挟まるんで注意です。そしてここね、今からキャストしますけど、これね、あのこの公園はあの竿を振り回すの禁止なんで、柵の向こう側からね、下投げでちょい投げです。こんな感じでね、こうブランブラン、はい、ブランブランしてます。こうです、はい、こういうね、下手投げでこう、アンダースローでね、うん、2本目の竿の方はね、こんなね、磯面もう派手派手につけましたんでね、今日こそはカレイ釣ります。はい、軽いキャストで準備万端です。準備 OK ですか。はい、すごく至ってシンプル。あ、シンプルに、はい、うん、なんだっけ、天秤に、天秤プラスハリスで、ハリスでロングビミズ、あ、ハリスもまあ長めで、はい、赤間大先生がやるところによってハリスは長めの方がいいみたいですからね。おお、ああそういえば言ってた、そうだね、うん、多分まあ食べる余裕を、そうですね、すぐにね、あの魚に重りとかあると感じさせちゃうんじゃないですか、仕掛けっていうもの。このぐらい、そっか、うん、そう、針数があるとね、うん、重りから結構距離ありますから、ええ、このぐらいあるとね、カレイちゃんももぐもぐと知らないうちに食べちゃうんじゃないですか、はい、そうですね。じゃあ危なくないキャストをしてください、まあ、はい、釣り公園はこんな感じでね、ここにこう柵がありまして、後ろにこうね、うん、後ろに竿を振りかざしてはいけません。そう、だからまあ、あ、今日長い竿だからそのまんま、ただそうポチョンと落とす感じでいいんだね。まあ、軽く、はい、ね、はい、はい、ちょい投げってやつですね。ちょい投げ程度で、はい、じゃああとは当たりが来るのを待ちましょう。そうです。その間にあのもう一個、何なんか、ああもう一個ね、ああもう一個竿をね、あんのね、はい、はい、でやってますからね、2つ、はい、はい、お願いします、はい、熊五郎も竿を2本です。この公園の限界2本を出しております。
何鈴？これです。なんか鈴の話聞きたいっていう人いたよ。ああ、そうですね。見ました。鈴の話やね、うん、話すと長くなるので、やめてください。直接僕とね、そうだね、お会いして。そう、鈴の話聞きたい人はあなたと二人でランチでもしながら話してください。しながら、2時間ぐらい話してあげますから。私はもうこのビデオのバッテリーがもったいないんで、そんなもったいないですね。喋るのやめてください。で、これだけつけますかね。鈴はでもつけるんですか。この暗いくないけどつけるの。そうですね、明るいけど今日。やっぱり明るくても、ええ、共にしてきたから。あ、なるほど。この片方なんてほら耳なくなってんの。耳、あ、竿の 先が見えるとか見えないじゃなくて、暗い、暗くないじゃなくて、この鈴の音っていうのがあなたに幸運をそうもたらす、舞い込ませてくれ る。なるほど。だから鈴をつけるんだ俺はっていうね。そうです。みんな鈴つけたらどうでしょうかっていうことね。そうですよ、わ、はい、かりました。一応おすすめ。ああ、いいね。鈴付きの竿がここで待ってるわけです。そうですよ。で、今日は鈴が鳴る場面撮れますかね。そう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 、はっきり見えるから、ガガガって来るから多分、はい、日本は何、そのブラクリみたいなスマートボールを垂らしてちょっと誘ってるんだ。そうです。上下にこうやって振って誘って誘って誘ってみたいな、こう、あ、そのくらいの竿の動きであればね、危険はないです、はい、ですね。夏場はね、ここすごいよね、人ね。すごいです、ほんとずらーっとここ全部に人並ぶぐらいになるもんね。ありましたね、もうほんと隙間がないぐらい、もうまさに密ですね、うん、我々はそういうとこ来ないけどね。でもどうしても子供さんちっちゃければね、こういうとこで安全なとこでしか遊べないっていう、うん、そういう方もいますからね。そういう人のために今日はね、はい、スリームパークはこんな楽しい釣り場だぞっていうのがね、分かるように、それを紹介したくての。そうですね、うん、まあ、あとは釣れる場面だけ見せればいいんじゃないですか。もう別に何も教えるも何ももうないんで、ね、そう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 。今ね、重いのかかったんでね、何かなと思って、まさかタコだったらいいなと思いましたけど、こんなただのね、カキの貝殻です。よくありますよね、これね、カキの貝殻にね。でこのなんか気持ち悪いこういう物体がくっついてますけど、これ何でしょう。何かの生き物だと思うんですけどね、これ分かる方、これは何だぞって教えてくださいね。そうですか、餌食われてんじゃない、これ。これ食われた後ですね。長々とつけてたもんね。これは多分アイナメかハゼですね。そうなの。はい、僕の今までの経験から言うと、そんなに経験値高くないような気がするんだけどあ、そうかも。だけどそういうアイナメ、うん、あるいはハゼが今この下にいて食ったと。多分そうですね。じゃあ釣れますね。多分釣れる。見てくださいよ。わ、なになに、あーって、あーって、なに今なんか音鳴ったっすよね。あ、わかんない、鳴った、多分鳴った。あ、そう。ちょっとこっちも、はい、ちょっと注目、注目だね、うん、あれ、なんか今鈴が鳴りましたね。鳴った。カメラには今映ってない。あ、ほら若干縦揺れしてる。だけどここで注意点。どういう注意点？慌てて合わせちゃダメ。今はこれは長く餌つき、うん、長い、ほらロングイソメにしてるんで、はいはい、まだ針にはかかってないですか。かかった時もう本合わせくるからゴーンって。これカレーの前あたりかも。前あたりです、ね、カレー40ってやつですよ。つまり何カレー40？40秒待てと。あ、カレーが、はい、よくヒラメ40とかも言う。なんかほら結構来てる、食いついてきたらね。そうそう、ほら縦揺れ。みんなこれ魚だと。あ、魚だ、魚。なんかまあまあ、うん、なんか鳴ってるけど、あなたの竿となんか連動してるんですけど。あら、違う、これお祭りってやつじゃない。お祭りでした、すいません、はい、ほら、あなんか鳴ってるけど、あなたの竿となんか連動してるんですけど。あら、違う、これお祭りってやつじゃない。お祭りでした、すいません、はい、ほら、あごめんなさい。これお祭りですよ。ああ、自分でお祭り。あたりが止まった。どうだ、小魚もいる気配は。あ、でも、あ、食われてはいるっすね、やっぱ下の部分は。でもあんまり食われてね、上なんか食われてない。何かはでも、触ってたんでしょう。ここはあの向こう太平洋ですか。そうですね。なんかいいね、なんか向こうの奥にすごい大きな海が広がってるかと思うと、うん、なんか向こう見てるだけでもちょっと気持ちいいね。
そうですね、あの向こう、この向こうにすごい広い海が広がってるわけですね。大海原ってやつですね。見てて飽きないかな。そうだね、はい、ここに立ってるだけでまあそこそこ楽しいよね、うん、どうですか釣り始めて、まあまだ30分ですけど、まあ今のところちょこちょこ当たりはあるけどね、うん、あの小刻みに当たりは来てるんですけど我々が合わせられない。そうだね、ちょっとまあまあやっぱほらやっぱ来てるんだ、やっぱりまた来てますよ。あ、なんか来てんだけど、ただ張りがかりはしないね。釣りの難しいところってそこじゃないですか、うん、なかなかさ、そうだね、合わせられない。ここは水深はどう、深い？ここはね、浅いですかね。浅い？うん。お、今鈴鳴ったよ。待って、お祭りか？違う、お祭りじゃない、お祭りじゃないよ、みんな。今鈴はっきり鳴ったぞ。鈴はっきり鳴った。お祭りじゃないもん、ほら、うん、お祭りじゃないよ、うん、っていうことは今一瞬だとしてもグッと鈴が鳴るほどの食いつきを見せたね、うん、食いつきがあった。ちょっとこれ、はい、マッチですね。そうだね、 長くつけてるんで、はい、すごいビビビってきてる、ビビビってきてるけど、でもあれなんだよな、なかなか合わせられないんだよな。手に感じますよ。何か釣ったの？やっと釣りましたよ、生き物っぽい生き物。これ何これ、あ、さっき俺の貝についてたあの、そう、わけわかんないじゃん、わけわかんないやつ。大きさ見せてくんの発動でございますよ、大きさ見せてくん発動です。あれなんだろうね、動くのそれ。うわ、勝手や。うわ、え、何が今牙出した、牙出した、牙、うん、文字牙あんのこれに、牙ある、危ない、噛まれるかも、本当に危ないです、マジで。さあ大きさは、うん、このわけわかんない生き物、4センチ、あ、まあ4以上あるね、5ぐらい、4.5センチ。危ない。何これ、牙ってどこに牙、今口からなんかイソメじゃないけどボワンって出した。え、ちょっとこれジャイアントイソメと名付けよう。全然釣れないよ魚。いやーほんとっすね、だからね言われるんすよ、釣りもにチャンネルのウォッさんに、ゆりあげいらっしゃいって言われんの。言われますよ、ゆりあげに来れば楽しめるよと。うですよ、わー、さあさすが12月の師走の釣りだ。いよいよもう我々の帰る時間になりました。そうなんですね、ほんとにね、もうみんなにね申し訳ないと思って。ね、これじゃあの 3M で釣りしようなんて思わなくなっちゃうね。なんか釣れるような気してきたんだけどな。なんていうの、こう囲まれてるから、そう囲まれてるからさ、なんていうか向こうからまだあんまりさ、うん、こう寒い冷たい水がなんか混ざってこない気がするじゃん。そう、こうましてや、ね、ほら工業地帯でしょ、なんか暖かい、少し水が、そうそう暖かい水でさ、ここ囲まれてるっていうかね、囲まれてて、ここはここのなんか魚の楽園になってるような気がかなと思ったんですけどね、してたんだけどね。なん、おーおーおー、最後に、まあ、何なんか当たりはあった、当たりはあるんだ、はい、やっぱりまあ当たりはあるんだけど、ね、当たりはあるんだけど確信がないのよ。じゃあ最後に熊五郎の合わせで。そうですね、おーおーすごい、ほらすげーことになってる。あ、ちげー、あ、お祭りだ。フィールドのせいです。
ダメだ、ここ